ミサちゃん大変大変。どうしたの？そんな出たの出たの出たの。深呼吸し落ち着いた。でさっき職員室のテレビで見たの。神田川かん、ミサちゃん神田郎知らないの？ででじゃなくてミサ。ダメ、そんな時間があるなら筋トレしないと。そっか。ああ、神田郎って、うん、伝説によるとすごく可愛くて見かけると幸せになる。探しに行こう。え、別に神田郎を見たいわけじゃ。危険な生き物だったらレースの邪魔になるかもしれない。急ごう。もう行くの？全然諦めちゃダメ。あれ、朝女の子じゃん。もしかして真夏さんにゆずさん。お前たちもか。当然ユウマとかマジで天捕まえてうちらのペットにする。ペットにするなんてダメだ。私許さないって。別にカンダローは誰のものでもないならお前たちのものでもない。ミサちゃん、マナツさん、落ち着いて。ユズさん、どうしましょう。こうなったらあれっきゃな。カンダローをかけて望むところ。カンダローは誰にも渡さない。ミサちゃん、城に夜桜、そして川、これぞ風光明媚と言いますか。しかし繰り広げられるは熱い戦い。勝利は誰の手に。勝ちを得て見る夜桜は格別でしょうね。それをマシンの操縦は任せた。3、2、1スタート。神田郎をヘッドにして持て遊ぶ。そんなの絶対に許さない。ちょ、持て遊ぶなんて言ってないっしょ。ペットにして可愛がりたいだけじゃん。まあまあ、二人とも落ち着いて。これが落ち着いていられるか。神田郎の自由のため、この勝負負けるわけにはいかない。マジになるのはいいけどさ、勝っても負けても恨みこなしたかんね。私の出番。全力全開だよ。私を外さない。ブーストかけるね。いけ。私を外さない。私を外さない。
決まってるじゃん。ユーズナイス。カンドロは私が。ミサちゃん本当に可愛いもの大好きなんだね。行くよ。私を外さない。今がチャンス。私を外さない。決める。ブーストかけるね。行くよ。私を外さない。これは驚きました。思っていた以上の成績。一番こそマジヤバじゃん。いいレース。カンダローは4人で探そう。だね。マジ？もしかして、かわいい美女か。とうとう。どうする？カンダロー、カンダローは危険な生き物。そうだね、やっぱり自然なの。カンダローを見たのは私たちだけの日だね。おい、カンダロー、もう誰にも見つかるなよ。んじゃあこれから4人で旅ろっと。イザちゃん旅ったことないけ。それ人生の半分は損してる。そカンダローのおかげでみんなともっと仲良くなれ。これがカンダローを見つけたら幸せに。なるほど。ありがとう、カンダロン。やったー、毎日特訓した甲斐があったね。しようかな。今日も楽しくお買い物。
りを続けるね。そうだな、悔いの残らないように練習。リン、あのね、ミサちゃん、うん、レース中の事故で行方。リンのお母さんもジェットレーサーだ。うん、すごいレーサーだった。私、お母さんみたいになりたく。そうか、似てるよね、私たち。ああ、だからミサちゃんと走るとすごく楽しいんだと思う。一人より二人の方が楽しい。うん、楽しさのその先にきっとあるよ。そうだな。楽しむですって、その程度の志では。くんくんくん、かぐや様、甘いお菓子。黒丸、甘いのは。またお前たち。大会の抽選結果が出たので知らず。あなた方とはブロック違い。決勝まで会えないんだ。いいえ。え、あなた方が決勝戦の前に負けてしまうかの。そんなことあるわけないって。だったら今ここでしょ。そっちが決勝戦の前に負け、いいでしょう。ああ、リン。マシンの操縦は任せた。3、2、1、スタート。私たちを侮辱して後悔させて差し上げますわ。ドレスの圧倒的な強さに震えるがいいのだ。私たちも強くなって、レースが終わった後後悔するのはそっちだ。私たちも強くなったところ二人に見てもらおう。そうだ、私のハズさんは必ず当てる。どうぞ召し上がれんなのだ。今日も可愛いミサちゃん。私の出番だ。当てる。私の出番だ。最初だ。元気もりもりなのだ。ジャンプ。どうだ。ご覧なさい。私の出番だ。もっとスピード上げていこう。ミサちゃん、ファイナルラップだよ。まだまだいけるよね。もちろん。
油断したら負ける相手だ。気を抜くだ、リン。前に試合を見た時よりも圧倒的に強くなってるのだ。あの自信はハッタリではなかったようです。しかし勝つのはドレスですわよ。私の出番だ。必ず当てる。ブーストかけるね。どうもかわいい医者。やったな。大丈夫？私は外さない。ブーストかけるね。全開です。元気もりもりなのだ。私の出番だ。これは驚きました。思っていた以上の成績。すごい、1位になったよ。やった、お母さんの走りに近づけたかな。いいえ、黒丸の責任。四十位、負けるはずがないというおごりが私にはありました。かぐや、今までの比例を終わる。レースが楽しければもっと早くなろうと思う。それがあなた方の強。ううん、まだまだだよ。そうだね、決勝戦だよ。ええ、私たちも今度は絶対に負けない。私たちだって負けないよ。黒丸、行きましょう。かぐや様のためなら、たとえ相手も日々強くなる。うん、リン。だってレースの相手は強き。うん、でも相手がどんなに強くて。もちろん。毎日特訓した甲斐があった。